そして続いては2番山笠土井流れの櫛田入りです。2番山笠土井流れ、表題雷電天下無双の誉れ。伝統を途絶えさせず若い人に伝承する思いで3年間準備してきました。題材は伝説の相撲取り雷電為右衛門。四股と塩で土俵を清める力士に疫病退散の思いを重ね、博多の町を清めていきます。書き手と雷電為右衛門が呼吸を合わせ立ち合い完了。時間いっぱい待ったなし。2番山笠土井流れ櫛田入りです。力強い山の奉納でした。